これはですね、ホンダの F1 でして、これは2000年に出たやつなんですけども、2000年に BAR エンジン提供と車体の共同開発を行うという形で F1 に復帰した。2000年シーズンはすでに BAR によってマシンが製作されていたため、本格的に車体の共同開発は2001年以降となる。エンジンは提供といえば2002年からホンダ独自のギアボックスの開発が行われた。当初はギアの内部部品とマグネシウムケーシングの部品研究が行われた。マグネシウムケーシングに関しては2002年の BAR004 で採用されたが、BAR がカーボンファイバーケージングの採用を決定したことから開発が設立に転じた。内部部品の方に関しては開発が続行され、2004年から実践導入された。2005年には変更ガレルバー争いを作成する CMF シフト、クイックシフトを実践導入した。で、2006年以降、立ち入りも急速で広がってきたんですね。で、2001年と2000年には、上段でのエンジンが提供を行った。2000年から始まった第3回戦では、第3期では、第2期と異なるなかなかの良い結果が残されるに、しかし2004年シーズンは好成績を収め、タイヤをブリストンからミシュランに変更したが、その変更にうまく対応できた BAR006 で11回表彰台に上がり、コンストラクターズランキング2位と勝った。しかし、念願第3期優勝に手が届かなかったが、同年末にチームの株式 45% を所有し、共同開発というのでした。で、2005年シーズンは開幕当初、レギュレーション変更を行う機器をマシン設計に十分反映できていなかったことに届かれ、ブレーク第4戦3倍の GP で3残りにフィニッシュし、復活の兆しを見せたと思われ。いや、レース後の車検で重量違反が発覚し、その後、適正規定で3倍の GP でリザルトを取り消し終了で、第2戦、スペイン GP、モナコ GP の出場停止となってしまった。しかし、その後巻き返しを見せて、第8戦カウント GP でポールボール賞を獲得し、第12戦ドイツ GP、第16戦ベルギー GP でジョンソンバトンの表彰台を獲得した。が、コンスタラーチランキングは6位に終わったということでしたね。まあ、成績でしてはあまり、まあ、未完ということもあって、まあ、それが多いしね、あんまり成績が残せないということなんですが、まあ、これは2000年以降にね、2000年の時に、まあ、復活をしまして、で、それで、なったんですね。一時期、ほら、マーク、本当は90年代にね、活躍してたんですけど、まあ、アイルドのセナがね、アイルドのセナさんという人がいたんですけど、まあ、有名な人でね、まあ、その人が、こう、亡くなったりなんかして、で、あの人はかなり優秀な人だったから、そういう優秀な人を人材をなくしちゃうとね、やっぱりそれで結構、その、なんていうかね、F1 に関してのね、ことに、がなくなってしまって、非常に悲しい結果になってしまってね。でもまあ、そういったところにホンダがめげず、これを出したんだけども、まあ、欠陥という問題が、規定違反という問題があってね、でそれで、それが教えて、結果は7位という惨敗たる結果となってしまったということですね。でもまあ、なかなかこのホンダの F1 というのも、面白みがあってね、いいんじゃないかなというふうに、思いますね。では、どうもありがとうございました。